そう今日はお話会だった2日目。てかさ、またリップ買い忘れたんだけどまたリップ買い忘れてたんだけど、普通にまあいいや、明日でいいや、明日でもう全然入ってなかった。お話会はあったけどまだギリまた忘れた。普通にいや、ちょっと前そのお店の近くとちょっと前まで覚えてたんだけど、普通に忘れてた。まあいいや、明日買えば。だって明日メイクしないから大丈夫明日メイクしないから大丈夫。メイクするってなっても違うリップ使えばいいや。まあとりあえず明日買えばいいや。明日は覚えとこう。携帯に後で書いとこうメモに。忘れてた、普通にまあいいや。あとメール送りそびれちゃった、ごめん送りそびれた、ごめんね。爆睡してた、ごめんマジで。ちょっと寝て起きてメール送ろうと思ってたら爆睡してた、本当にごめん忘れ物多い方だった。学生時代はめっちゃ良かった。なんか小学生の時とかさ、上靴とかさ、体操服とかさ、なんか袋に入れて持っていくじゃん。なんか玄関まで持ってきてるのに、こう持ってきてるのに玄関に置いて行っちゃったりとかあったインスタ全身の写真、全身の写真撮ってない、今日全身ないです。なんか玄関まで持ってくるけど、靴履いてそのまま行っちゃったとよくあった。隣に置いて行っちゃった。大丈夫忘れたら参加しない体育に見学とかかな。話か結局何着てさ、あ、これですよ、このワンピース、これランドセル忘れたことはさすがにないランドセル、それやばい、それはだいぶやばい多分それやっちゃったらちょっと自分やばいかなって思うかもさすがにちょっとまだっていうか一回もない、これからもないだろうけど、そもそもランドセル持たないから一回もなかったね。それは自転車の置いてで、自転車あんま使わないからさ、そういうことはあんまない自転車は使わない、そんな。最後だった。よく乗ってたのは小学生の時も、小学校いつだろうな、自転車買ってもらったの。あんま自転車乗って遊び行ったことないんだよね。友達と遊びに行くとか、買い物かな、もう自転車小学生の時ぐらいしか乗ってない。中学生なんて自転車乗ってない。小学生の時ぐらいにちょっと乗ったぐらい、小学校5、6年ぐらいの時。でもあんまりなんか自転車乗って友達と遊んだ記憶とかないんだよね。目が乾燥する。ありがとう、たくさんプレゼントの今日までだよね。どんぐらいなんだ。とりあえず開いてたけど私の声か。おうゴール1があと5万94,410 ポイント。2と3はまだまだですけど。違うそれ。OK。ランキングは55分になります。今日もそのぐらいで。そのぐらい？今日も切れるまでで配信が。ダンス練習しなきゃ眠いけど寝ない。明日しないとやばいから。ありがとうたくさん。絶対遅かった遅いって分かってるけどこうやってなっちゃう手が夜に練習することが多い、ね、夜って夜中なんですけどなんかが多いかな。なんか一番できる時は夜中が朝とか、ね、朝はそんな朝しないかな。何もなければ起きないし朝はそう起きても大体お仕事がある時だから時間ないしやってる。お昼も夕方からするとしたら何もなければね。でもレッスンあることとかが多いから最近は夜にすることが多い。今日めちゃくちゃ寒かった。今日めっちゃ寒かった。びっくりした。帰り寒すぎてびっくり。なんか行きは寒かったけどまださ大丈夫だった。いや風強いなとそのぐらいやって。帰りめっちゃすごかった。もう足が寒すぎてびっくりした。上は結構さ今日寒いって聞いてたからコート着てみたいなヒートテックみたいな着てでマフラーもしてたの。そうだからそう上半身はまだ大丈夫だった。足がねなんか長めの丈のワンピースなんだけどちょっと出るのね。でそんなさで靴下に靴だからそんなに何足の防寒とかしないじゃん。もうだから寒かった。足が寒かった。会場さんもいや会場は暖かかったよ。いやさワンピースそんな丈長いからさそんなにちょっとしか出ないの足だからそんななんか履く程度なんかストッキングとかあるけどさそんな履くほどは出ないしみたいなでもめっちゃ寒かったし帰りはねびっくりした今日めっちゃ寒かった。上そんな寒くなかった。寒かったけどまだまだ大丈夫。なんか髪むしゃむしゃ、さっきまで寝ちゃってたからかな少し眠い少し眠い、なんか寝起きって眠くない？私アラームかけて寝たっけな、なんか全然覚えてないや、何も。アラームかけて寝たような気もするけど、ちょっと前に来てメロクリ滑れてしまった。ちょっと本当にちょっとだけ寝て、いやアラームかけて記憶あるわ、あるある記憶はある。起きたけど一回それで、それすら覚えてない。それ起きて一回起きて止めてまた寝ちゃったか、そのまま寝ちゃってたかで覚えてない、それすら。アラームをかけた記憶はもうちょっと今思い出した、あるけどあーみたいな感じだったけど、いやかけたわと思って、アラームはかけた、もう覚えてないです。そんなだったっけみたいな、覚えてないやもう覚えてないや。そう、それでそうご飯食べた後にちょっとダンスの練習するか迷って、今しちゃうかそれともシャルムがあってしちゃうかと思って、ちょっと眠かったから寝ちゃった。そしたら思いのほか寝ちゃった夜ご飯食べた、お弁当食べた、今日は可愛いチョコレートが差し入れであって、昨日はアップルパイとチキンをいただいたんだけど、今日はチョコレート差し入れ、チョコレート持って帰ってきてさっき始まる前に食べちゃったちょっと可愛かった、美味しそうだったから食べちゃった。あ、今日雪降ってたのかな、分かんないよ、雪見てないかも。雪降ったところもあるみたいだけど、でもとにかく寒かった本当に寒かった。昨日チョコケーキ食べてない、でもまだ賞味期限持つ、大丈夫。1個は食べた。ね、昨日チキン食べたの美味しかった、差し入れでいただいたやつ、照り焼きチキンみたいな、照り焼きかな、なんかそんな感じのソースがかかったチキン。明日も寒いみたい、やだね、もうこれから多分ずっと寒いよね。でもなんか一日上がる日だったな、確かどっかで分かんないけど、でもマイナスとか今違う、マイナスじゃないのか。いいけど寒いもんなめっちゃ当たり前のこと言ってる。下も寒いね。332、あともうちょっとじゃん、1年。362、365だからあと30、33?33 あと1ヶ月ちょっと。やば、そんなしてたんだ全然無時間ない。前髪可愛い。今なんかそんなちょっとボサボサなのいや確実に寝てたからなんですけど1年前何して1年前の今日何してた。クリスマスはそういつもバレエ一緒にしてる友達がいて、友達っていうかその一緒のそのクラブチーム、バレエの世界人のクラブチームでそう友達になったんだけど、年下の女の子高1と高2の女の子、その子とご飯行った気がする。知らなかったけど確かそんな感じ。写真が全然ないんですよね。でもこっち全然なくて、ちょっと待ってね。去年あこのぐらいか。むずい。親友の子じゃない、違うからの台風でよく行くとかじゃなくて、そのバレエのお友達と2人とも年下なんだけど、2人ともめちゃくちゃ背が高いの。その高1と高2だから年下なのね。で2人とも170ぐらい背が、めっちゃ背高い2人ともスパイカー向けの身長してる、ね、すごいよね。2人とも年下なんですけど2人とも背が高い。去年の今何してたんでしょうね。26日あバレーボールしてます。多分知らないけど、その日は去年バレエしてるわバレーボール日記はつけてない。違うなんていうの、カレンダーみたいに書いてる。あと写真で大体よかった。バレエしてる。去年のこのぐらいの時期にね免許を取ったんですよ。自動車免許、運転免許証。めっちゃ車高通ってたよ去年の本当このぐらいの時期に撮った。1年ぐらい経つ。車高？自動車学校だね。車高っていう。免許持ってるってことはチェーンつけたりはしたことないしたことないや。まだ初心者、いやもう1年経ってるんだよね。先週ぐらいで1年確かだから、けなくてもいい、いじるんだよねあれ、不審者マークって。つけなくてもいい、まあ、つけてもいいけど別に。つけてもいいけど別につけなくてもみたいな感じ。最近運転してない、最近運転できてない。そう、最近運転してないから次もし運転するときはつけるよって取れるけど怖いじゃん、久しぶりだから次運転するってなったら。外さない、捕まる、いや捕まんないはず、捕まんないよ別に。つけてても運転が不安な人はつけててもいいみたいな感じ。不審者マーク、そんな感じって習った記憶があるんだけど。でも自分の車を持ってるわけじゃないからさ、そんな頻繁に運転はしないけど。親のお母さんとかはお父さんの車だからどっちかが休みの時にどっちかの車使ってみたいな。どっちかの車っていうのはこっちがお父さんの車こっちがお母さんの車みたいなのがあるわけじゃないけど2人で両方使ってるからどっちが休み時にどっちかある方の車を使ってみたいな運転してる。高速道路はね、教習で行ったぐらいかな。教習でだから1回しかない、しかも片道九州はさ、片道ずつ運転するじゃん。3人乗って、その先生とあと生徒2人乗って、そう1人が行きで1人が帰りみたいな。私行き運転した。違ったっけな、確か行き運転した。そう行き運転した。帰りめちゃくちゃ眠かった記憶ある後ろに乗っててさ、すごい前で2人会話してるからさ、先生とさ、そうで私の担当の先生で、その時がそのもう一人の方の生徒さんの担当の先生ではなかったの。でもめっちゃ喋ってたから、なんなら私より喋ってたからちょっと外見て、でもちょっと眠いなって思ってめっちゃ喋ってた。絶対に初対面って感じじゃないぐらいめっちゃ喋ってた。私の担当の先生だけどそんな話した。ではあとその一緒に乗るやつみたいなのは検定ぐらいだよね。検定は喋んないからな、そんなみんな緊張してるからさ。で先生もさ、そんな次ここ右でみたいなことしか言わないからさ検定喋んないから。九州で乗ったのは高速のやつぐらいか。そもそもトータルでそんな話してトータルで、でもなんか私はそんな喋ってないんだけど、先生がね、その多分ね気を使ってね喋ってくれたけど、すごい集中してるからさ、その自分から話しかけてないけど、先生の学生の頃の部活の話とか聞いてた。でも基本聞くだけ。ありがとうたくさん、ありがとうありがとうございます、すごいたくさんありがとう、ありがとうございます。注いでいるんでな確かにやれで手乗ってなかったら、私遅れすぎて、私の画面がラグありすぎててやばいよかったよかった、ありがとうございますたくさんあれで乗ってがちょっと悲しい、ラグありすぎて遅れすぎでしょ私の画面。そしたらありがとう、みんなたくさんありがとうございます。タワーはさっきの方、本当だ。じゃあ書こう、ちょっと待ってね、書いとく。グランツさん、プレゼントやってる、この名前プレゼントのやつたくさんありがとうございます。ちょっと待ってね、プレゼントタワー、あ、それだ、持ってこよう、ホワイトボード。プレゼントボックス、プレゼント緑。でも今日クリスマスもあったから青で書こう。昨日緑でいっぱい書いたから青で書こう。よいしょ、プレゼントとは新しい待って、昨日のやつがなんか若干ついてる、昨日書いたやつ。ちょっと待ってね、消せず持ってくる。プレゼント紹介する前に今の方にどうやって使っちゃってもいい？せっかくいただいたから消すやつをホワイトボードの消すやつ、そういえばと思って、使っちゃおう。ありがとう、消すやつめっちゃ消えるえ、くっつくやだ、使わせてもらおうよかった、思い出して今ちょうどいいちょうど良すぎてプレゼントとはクマ、今日クマ結構描いたからさ、お話会の時再会のやつで描いてるんですよ。今日はいっぱい描いてきただから昨日もだけど、だから当たった方はぜひお家に届いたら見てみて。多分いる、多分だよ、全部にいる。あ、タワーありがとうございます。ブランチさん、すごいタワー、これはクリスマスツリー、クリスマスツリーのとあとクマのやつ、ありがとうございます、たくさんありがとう。ちょっと違う、なんていうか、プレゼントタワーとタワー、なんかすごい、なんかありがとう、たくさん。何書こうかな。でもクリスマスじゃないからサンタじゃないトナカイは来ないとか言ったし、ありがとうね、たくさんありがとう。そう、今日はクマいっぱい描いた。クマはちょっと大量にいるめっちゃ虚無なやつ描いたのかな。むずい目がむずい。めっちゃあいい感じに笑ってない感情無なんか目が怖いな、この子も。なんて言ったら、もういいよ。プレゼントボックスプレゼントどうもまたありがとう、たくさんありがとう。まあいい感じの巨大なクマプレゼントタワーとタワーも両方たくさんありがとうございます。これがちょっと笑ってるクマで、これがだいぶ無なクマで、猫、久しぶりに描いた猫ちゃんです。ありがとう、たくさんありがとうございます。グランさんありがとう。いい感じに笑ってるね、なんかこれ見て、これ見たらあ笑ってるなってなるけどそう口元違う基本えみたいな表情ありがとうございます。無理、目で変えられない。目はもともとなんか感情ないから、そういかに口でってことだからそう目は見てない、感情出ない、難しい。目でなんか口で。猫もまあまあな表情してるよね。まあまあ怖いよねクマが一番たくさんありがとうございます。小木みょんかもある。嘘、小木みょんかある。多分小木みょんの方がね100倍可愛い。見ていやどう考えても100倍可愛いでしょ、小木みょんの方が可愛い。かきめで可愛く描けない。絵うまくないから。小木も描くのめっちゃ難しくない？難しいよな、あの小木のキャラクター。なんかさ、ふわふわしてる感じだから。そんな描いたことないけど、そんなに。あ、55分ありがとう。ランキングを見ましょうか。ランキング13位から読んでいきます。13位 W1@ふげの守護神エンジェルゾイさん、ありがとうございます。ごめん、12位だった間違えちゃった。13位がムムさん、ありがとうございます。ごめんなさい12位が WY@かげの守護神エンジェルゾイさん、ありがとうございます。ごめん、しょっぱなから間違えたで、で11位が香港の春@京香おじさん、ありがとうございます。で10位ジョークスノーさん、ありがとうございます。っていうね、9位なおちんさん、ありがとうございます。8位プッチーニさん、ありがとうございます。7位筋肉愛好家さん、ありがとうございます。6位博多まりかたまん@強化軍団さん、ありがとうございます。5位元気さん、ありがとうございます。4位としのりさん、ありがとうございます。3位うどさん、ありがとうございます。あ、変えちゃった、もう一回も OK 大丈夫です。13位がもう一回見ます。変えちゃった。13位ゲローさん、ありがとうございます。12位 W8@かげの守護神エンジェルゾイさん、ありがとうございます。11位香港の春@教官おじさん、ありがとうございます。10位ジョークスノーさん、ありがとうございます。9位なおちんさんありがとうございます。8位プッチーニさんありがとうございます。7位筋肉愛好家さんありがとうございます。6位博多バリカタマンとマーク強化軍団さんありがとうございます。5位元気さんありがとうございます。4位としのりさんありがとうございます。3位ラボーナさんありがとうございます。2位ウドさんありがとうございます。そして1位がグランツさんありがとうございます。ありがとう、みんなたくさんありがとう。クリスマスのやつありがとうございます。しょっぱなから間違ったさっき13位呼んだと思ったら12位のこと呼んでた間違えちゃった時差でポイントわからないね、あれだよね、反映される前に時間あるよね。おー、携帯ちっちゃい。されたかな、されてないかな、まだわかんないなわからない。達成してるはずでなかなか達成コメントでね、わかんない。あれどうなんだろう、あれなのかな、もうちょっとで終わるから遅いのかなあれが。アイス買って、アイスはね常に家にあるアイスは常にもう年中あるんだよね。あと切れちゃう、あと切れちゃう、もうちょっとで切れちゃう。危な、時計開いてなかった。あ、明日も夜配信する予定です。明日も夜、そう、明日はちゃんとメール送るね。ごめんね、今日普通に爆睡してしまってちゃんとギリギリのせめて寝ないわちゃんと。じゃあそろそろ切れちゃうんで、ありがとうございました。おやすみなさい。また明日の夜配信ね。おやすみ。